皆さんから寄せられた数々のステージを今回からやっていくぞー。これって自分だけテンション高いやつですね。はい、というわけでですね、今回からようやく皆さんがリクエストしてくれたコースをやっていくというパートにしていきたいと思います。遅い、発売されて早1週間が経過したこの今、俺は何をやってたんだと。この1週間もうさっさとやっとけばよかったですね。申し訳ないです。なのでちょっと今回やる前に皆さんにもう一度お詫びを申し上げたいと思います。皆さん本当にリクエストありがとうございました。で、今回100件ぐらいリクエスト来たわけなんですけども、ちょっと全部やるのはさすがに時間がかかります。で、消されるコースもあるらしいんですよ。なのでもうすでに消されてる方もいるかもしれないんですけど、その方はまたコメントしてください。新たに投稿してお願いします。なのでちょっととりあえずはちょっと早くコメントしてくれた方から順番にやっていこうかと思います。こちらです。パンプキンさんですね。まず初めて投稿してくれた方です。やっていきましょう。狭い足場の危険地帯というコースです。やっていきましょうか。どんなんでしょう。もうパンプキンって早いですね、ハロウィンすんの。どんだけこの人ハロウィンするの早いんでしょうか。てか狭すぎますよねこれ。じゃ、危ないです、危ないです。すごいですね、こんなとこで地震が起こったらもう崖崩れどころじゃないですけどね。あ、ちょ、危ない危ない危ない。なんかものすごい階段降りる練習しましたね。ちょ、足腰鍛えてるノコノコがいたんですけど、オッケーです。ここもと無理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 っす無理っす。あ、死んでる人めっちゃいますね。結構ここで死んでる人が多かったみたいです。ちょっと狭い足場の危険地帯っていうより、ほらこれはくるくる回る練習ですよね。ちょっと舞踏会とかに行けそうですけど、これ終わったら。あれ、ほほほほ、マリオは地の底からも這い上がってくるんですよ皆さん。ちょっとおかげでめちゃめちゃ痩せましたよねこれ。ちょっとガリガリになりましたけど、いつの間にかマリオ。オッケーです、やりました。で、またリバウンドしました。じゃ、プロペラキノコ取ってせっかく痩せたのにまたリバウンドしてしまいました。さて、今度は鉄アンドトモのトモバージョンになりましたね。行きましょう。お、早かったですね今回は。結構、まあ、難しかったことは難しかったですけど、なんとか行きました。で、この方のステージもうすでにいいねを押してるんで、はい、楽しかったです、ありがとうございました。はい、じゃあ続いてはこの方のステージをちょっとやっていこうかと思います。簡単？いや、難しい。要するに難しいんですよ。はい。で、ちょっと自己紹介まだでしたね。シアンと申します。よろしくお願いします。遅い。もうすべてが遅い。もう俺はコースをやるのも遅いし、自己紹介するのも遅いし、マリオのスピードだけ速いですね。行きましょう。ここはキノコを取るみたいですね。こうやって行って。おっと！おっと！おっと！何をしていたんでしょうかこの人たち。危ないな。危ないな。ちょっと君何してんの？何してんの？そんな天国に上がろうとしてますよね、あなた。よし、行きます。あ、今回は出てこなかったですね。何でしょうか？さっきのは引きこもり夫婦だったんですね、多分。親子連れで引きこもって。あー。いやん。みんなあそこで死んでましたね。引きこもりさんいらっしゃい。オッケーです。で、これでキノコを取ればオッケーなんですかね。あっ、ぶ、な、ピョーンっていけばオッケーです。まさかの親子でなんか殺し合いしましたね、あの人たち。まあいいでしょう。こっからなんか出てきたですね。いける。まあそういうこともあるでしょう。頑張りましょう、皆さん。人生長いんですよ。短かったですね、思いっきり。なんとも短縮な人生でしたけど、人生で近道しました。はい。
まさかのマリオ64のスターみたいな感じです。まさかの短縮バージョンでお送りしましたけど。あーっと、ハマってしまわれましたね、この人。いろんな人がここで戯れております。なんでしょうか、ちょっとおしくらまんじゅう楽しんでますね。で、これ、いけないんじゃないでしょうか。こうやって、うまいこと。なんてこったい。なんてこったい。郵便物は叩かないといけないみたいですね、どうやら。頑張りましょう。この天国に上がろうとしてる植物が一番厄介ですよね。で、次なんですけど、絶対に、このハテナブロック叩かないといけませんね。ここでしょう。で、叩いて。オッケーです。やりました。なんとか。これちょっと考えましたよね、このステージ作った人。まさかの郵便物をこうやって利用するっていうのは、新しかったんで、いいね押しましょう。はい、ありがとうございました。簡単？いや、難しい。結論言いましょう。難しかったです。よかった、終わった。もうなんか、これコースの番号打ち込んで、これパッて出てきたら、ものすごい、安心感がありますよね。もう消されてたらどうしようっていう、これ恐怖感をなんとか断ち切るためにも、こうやって見つけたら、すごい嬉しいんでね。はい、ぜひ皆さん遊んであげてください。今回はこの、ゼロスという方の、4つの試練ということでやっていきたいと思います。今の間は、試験と試練の漢字をちょっと読み間違えるかなって思って、ヒヤヒヤしてました。はい。続けてやって、行こうかなと思ったら、いきなりやばいことになってたんで、もうそそくさと逃げていきましょう。あ、これ。あ、あれ？俺決めちゃってます。俺決めちゃってます。決めちゃってました。決めちゃってました。なんかわかんないですけど。無限ワンナップとはいかなかったですけどね。まあいいでしょう。今わかってましたけど、引き戻されませんでしたね、もう。また天国に上がりたいけど行けない方がいますね、これは。さっきの方とは逆に、今度は行きたくても行けないような人ですね、これは。舞い上がったと思ったら地獄に落とされてしまうっていう。エジソンですかね、これ。私飛べるかなみたいな。次行きましょう。OK です。うわぁ、これか。こんだけハテナブロック高かったらさ、上まで飛ぶと思うでしょ。上まで飛ぶと思うでしょ、普通。そんな低空飛行だったんですね。この人飛びたいのかな。マリオの方が高く飛んでます、この人より。こんな何の努力もしないようなチビスケが飛んでます。でもこんだけ×印が多いっていうことは結構遊んでますよね、このステージ。皆さん、ありがとうございます。危ない。君たちは何をやってるんでしょう。君たちは何を、危ない。あ、わかりました、ついに。このノコノコ絶対にあそこまで運ぶんですよね。初代マリオはなんか、ノコノコの甲羅は持てないらしいんですけど、どうやってあそこまで運んだらいいんでしょうか。まあ、ちょっと試行錯誤繰りか。変なとこで、弾力性がありましたね、あのノコノコは。どんだけのクッション性があるんでしょうか。ぜひともお客さんの時、座布団代わりとして置きたい一品ですけど。ここをこう来て。よし、まずここで1アップしとけば、プラマイゼロになるんでね。俺の時間だけどん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 とロスしていってます。よしよしよし。ここ、急いだ方がいいですね。あ、わかりました。絶対ノコノコ踏んであのハテナブロック叩くんですよね、絶対。行きましょう。もうそこ分かったんで、次からパッパと行きたいと思います。行きますよ。絶対にこのまずは、クリボーの弾力性を確かめて、ちょっとノコノコとどっちがクッション性いいかなっていう判断をしましょう。で、判断し終えたら、こうやってうまいこと、こんにちはと、こんにちは赤ちゃんっていう感じで行きまして、よし、やりました。で、これでですよ。まあ、ここはいいです。もういいです。ここで結局こうなるんで。はい。さあ、行きましょうか。誰が栽培してるんでしょうかね。危ないです。ライターをつけようとしてますね。よいしょっと。ちょっと。
この人たち成人してるんでしょうかね。こんなにタバコに火つけようとしますけど。あ、行けました。 OK です。下の三井住友銀行には寄らずに、もうそっそとゴールしました。やりました。難しかったですね、このコース。はい、四つの試練、俺的には一つだったんですけどね一つだったんですけどね。まあまあ、四つあったらしいです、どっかに。はい、ありがとうございました。楽しかったです。今回も無事出ました。これはちょっともうお気に入りに登録してるコースなんで、はい、もう大丈夫です。やっていきましょう。マリオヒストリーさんへの挑戦状、まさにタイトルじゃないですか、これ俺の。行きましょう。そんなに挑戦状を叩きつけるのであれば、さぞかし難しいんでしょうね、ザッスンさん。行きましょう。ありがとうございます、ザッスンさん。それでは行きましょう。またここでスター出てきましたね。 OK です。で、どういうコースなのかよくわかんないんですけど、あ、基本これあのいいねマークついてるものは妹が先にプレイしたものなんで、多分妹もここで引っかかってたんじゃないかなって今しみじみと感じました。そろそろしじみが食べたくなってきました。行きましょう。ここ無限にスター出ますよね。何なんでしょう、星食べよ製造機ですねこれ。ちょっとまさかの駄菓子屋らしいです。ここ気持ちいいですよね。で、ここでさ、あー、俺と同じ道をたどられた方が、よし、わーお、こんなところから引きこもり脱出計画してましたね。あ、これ上行けるんですか。なんか左上ちくわブロックありましたよね。なんか行けそうなんですけど、俺はあえてこっち行きましょう。あれ、うんうんうん、何でしょうかこれは。どっかに繋がってるんですかね、ここは。おお、ひょいひょいひょ、オーケーです、やりました。ちょっと最後城解体やりましたね、上に。じゃあの城壊れませんでしたよね、何でしょうか。ちょ、 3D なのに 3D じゃないと何言ってるんでしょうか。楽しかったです。マリオヒストリーさんへの挑戦状、最初の1アップキノコのところはしてやられました。それではザッスンさん、本当はサンですけど俺はスンさんって呼びます。ザッスンさん、ありがとうございました。よかったです。今回もなんとか出てきました。こちら、今回はケンさんのコースをやっていきたいと思います。地下ジュゲムからの贈り物、玉手箱っぽいですよね。行きましょう。さて、贈り物っていうことなんで、まあ、コインとかくれるんでしょうね、多分。行きましょうか。わー、すごいなー、この贈り物。敵だらけじゃん。うわー、すごいなー。俺が友達いないことを知ってたのかな、この人、多分。そういう感じですよね、絶対。行きましょう。いやー、すごい友達がいますねー。うわー、俺にとったら夢の世界ですよ、これ。なんか友達にやられましたね。お前ゲーム強すぎんだよ、ボケみたいな。あっ、ここ。あ、ちょっと。ちょっと、その人。何やってんすか。ちょっと。食料不足の人がいっぱいいますよ、上に。もう、いけ、強豪突破です。強豪ということ、あ、予想に反したこの生き方、ダンディーすぎません俺。あ、ここ。こう来て。こう。スターあー、ちょっとまあいいでしょう。そんなとこあったんですね。スターが落ちて、スターになりました。何を言ってんでしょうか。俺滑舌が悪すぎて、全然聞き取れなかったかもしれませんけど。今のこそまさにスターということでしたね。上の友達が、これ教師ですかね、多分。ちょっと、絶対教師だと思うんですけど。こうですよね。のこちゃーん、どっか行っちゃいましたね。まあいいでしょう。遠足です。
よいしょっと。合唱コンクール。よし、ここまで来ました。あ、もうこれ奪っちゃいましょう。先生の、よし、生徒手帳奪いました、これで。オッケーです。で、これで、じゃあ、どこ行ってんの？どこ行ってんでしょうか？もうこれいらないですね、やっぱり。エンマチョいらなかったんですけど。よし。行きますよ。行け！俺の言った通り行きましたね、あの人は。俺もついでに一緒に行きましたね。来ましたよ、今回皆さん。なんとファイヤー状態で、ここまでやってまいりました。危ないです、危ないです。上から、転校生がいっぱい降ってきてるんで、この転校生には絶対に当たっちゃダメですよね。行きましょう。ちょっと邪魔よ、転校生！ちょっと邪魔よ、転校生！落ちたじゃないか！何してくれるんだ、転校生！俺ののこちゃんを、ちょっと何やってんの？トゲゾウが降ってきたんですかね、さっき。あ、これか！お前か！お前がいたんか！で、うおー！保育園に落ちてしまいましたね。皆さん、これ分かりました。これ、下が正解ですよ、絶対。絶対にこれ、上はもはや間違いだったんで、ここですよ。あー、うまいこといけないな。ここ、右にちょっとあるじゃないですか。何がっていう。何がっていう。はい、死にます。なんか絶対これ、右のレンガブロックを、のこのこの甲羅当てて壊すんですよ。なんか、お、ちょ、待って待って待って。待って待って待って。そんなものがあったんですか？そんなものがあったんですか？私は聞いてませんよ。だって言ってませんもん。行きましょう。こう来て、絶対出てこない。危ないですね。どう行けばいいんでしょうか？全然わかんないですね。まあ、頑張っていきましょう。俺、頑張るのが結構好きなんでね。行きますよ。上で、もう上から行きましょうか。もうなんか。プロペラを取っていくというところがあるんで、あえて小さくなりつつ、死んでいきます。来ましたよ、行きますよ。ここだ、オッケーです。ついでにやられていきます。ちょっとどうしても、このままだとノコノコが報われなさそうだったんで、ついでに俺もやられていきましょう。さあ、行きましょうか。さて、これでもいけるはずなんで、これ邪魔でーす。はい。ポイッと。ポイッと。あー、くそ。ポイ、あれー、捨てたい。捨てます。あなたなんかいりません。あれ。はい。やばいですね、これ。相当しつこいですね。いらないですよ。すいません。あ、そっちじゃない。そっちじゃない。違う。違う、お前ら。よし、オッケーです。やりました。結果的に、つながるルート一緒でしたね。上からもいけませんもんね、これ。多分、下か。絶対このノコノコなんですよ。なので、今度こそ行きます。行っちゃって !OK です!やりました!これでも、道が開けるはずです。ここもこう来まして。多分、右に、行けないんですか？行けないんですか？行けないんですよね。ここか。ここですよね、絶対。行きますよ。よーし、来ましたー。ついでになんか羽生えてましたね。まあいいでしょう。ちょ、コスプレプロペラ取りましたけど。さて、またこの鉄腕の友になりながら行けばいいんですかね。嫌いですよ。OK です。で、次、落ちながら、その右上の足場に乗りますよ。行きますよ。思考の練習。あん、あん。あ、ちょっと待ってくださいね。これ。ちょっと先生の廃棄物でいけますよね。あ、簡単にいけました。よかったです。ちょっと先生の私物を借りました。オッケーです。先生の持ち物チェックをやりながら。はい、いきま、なんかいっぱい。教師が怒りまくってますね。で、俺も落ちていきます、結局。なんでやなんで君が出るんだ。なぜ君が出てくるんだ。ちょっと危ない危ない。よし、あー、ここまで行けば行けー。このまま行けー。どこまで行ける。なんでそこでー。
はい、あのですね、もう1時間かれこれ粘ったんですけども、これ以上撮るともう俺の動画パンクするんですよ、容量が。なのでちょっと申し訳ないです、クリアできませんでした。本当に申し訳ないですけど無理です、もう俺には、俺の実力ではこのコースクリア不可能でした。すいませんでした。というわけでですね、まあ、あまりにも難しいコースはやめてください。ちょっと言うの忘れてたのが悪いんですけど、本当にクリアできないのは作ってくれた人にとってね、なんか裏切るような行為なんですけど、申し訳ありませんでした。それではちょっと今回終わりたいと思います。じゃあ次回からもちょっと引き続き皆さんの作ったコースやっていくので、もし消されてるなっていう心配な方はまたコース再投稿お願いします。それではちょっと長編シリーズになりそうですけど、ここまで見てくれてありがとうございました。さよなら。チャンネル登録をすると僕の動画がアップされた時に探す時間をかけずに瞬時に見ることができます。肝心の登録方法は、パソコンで見ている方は画面上に出てるこのチャンネル登録というボタンを押してください。で、スマートフォン、タブレットで見ている方はこの動画タイトル下のチャンネル登録と書いてある赤またはグレーのボタンを押していただければできるんで、ぜひよろしくお願いいたします。